ジムビームの面白動画コンテンツ生成。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、鬼褒めマッチョムービーメーカー by ジムビームです。褒められたいことを入力するとマッチョたちが褒めてくれる動画を生成できます。それでは烈さん解説お願いします。はい、メインビジュアルにマッチョが並ぶコンテンツなんですが、これはですね、世界からのサプライズ動画っていう、こちらにございます。今映ってる動画ですね、祝烈40歳って書かれたこういうサービスがありましてですね、これが、まあこの謎のムキムキな黒人集団によるサプライズのお祝い動画で、まあ、これがですね SNS で結構話題になっているいたんですね、最近ちょっと見かけなくなりましたけど、で、そちらをオマージュした企画になっていると。でこういった黒人が踊ってくれたりとかですね、このサービスではこう祝40歳、列40歳とかこの写真とかもですね、僕のちゃんと写真を使っていて、そういったサービスで、これは元ネタ一般社団法人ワールドスマイルっていうところが運営している企画で、各国の傭兵の方々が踊ってくれて写真とか送ってこのメッセージとかをつけるとちゃんと印刷してこうやって持ってくれるっていうようなサービスを販売しているわけですね。これ多分1万5000円とか2万円ぐらいでやってくれるんですよ。結構安いんです。ただ踊るだけだったら4000円ぐらいでやってくれたりみたいな、面白企画になっていて、そちらが今回ジムビームのコンテンツに使われていると。で動画を生成して SNS を投稿するとインセンティブがもらえるみたいなキャンペーンではないんですね。インセンティブがない形でマッチョ褒める、あなた元気になるといったような、バカでインパクトのある内容で話題性と、ついシェアしたくなってしまうようなコンテンツになっているわけです。で、動画の作り方、褒められたいことを入力して動画を作れるというところですね。で動画を作ってみましょう。利用規約がありまして、 YouTube 毎日投稿してます。えらい、はい。でこれ決定すると動画が生成されると。でいろんなパターンで褒めマッチョ動画が生成するので、ランダムなのでこうリピーターも続出するんじゃないかなと思います。で動画生成している時間、これ結構動画生成ってやっぱ時間かかるので、お待ちいただく際にもこうジムビームの宣伝っていうのがここにされてるわけですね。パッケージもうまさもリニューアルということで、動画の完成までしばらくお待ちくださいと出てきたところで動画ができました。そうするとこういった先ほど入力したテキストが前に置かれているマッチョがこう褒めてくれる動画が生成されるわけです。本当に先ほど見た、黒人集団によるサプライズお祝い動画に近いものがであるかなとは先ほど見ていたりと思うところでございますが、こういった動画で後ろが多分ランダムで切り替わるというような感じになっているんだと思います。はい。で、動画をダウンロードして保存もできるし、 TikTok とか YouTube ショートに投稿できるような形になってます。で動画をシェアを押すと、Twitter が投稿されて、マッチョに褒められるムービーやってみたみたいなのがちゃんと今生成された動画がここに載っていて、ちゃんと保存されているのが分かります。動画生成のネックってサーバー費になって、生成にパワーがいるっていうところと、動画を保存しておかなければならないというところですね。今回はツイッターを見る限り URL がちゃんと生成されているので、できた動画っていうのは全て保存される仕様で、だから時間が経てば経つほど、ファイルが多くなってくるんでサーバー費が増加していくような形になっています。期間も今回決められてないですし、ツイッターで見れたのにいきなり見れなくなったとかのクレームは嫌でしょうから、長いこと保存するんだと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。